ざわついた街の中、家路を急ぐ人々。東京に出てきて5年、バイトをしながらストリートで歌う日々。暮れてゆく。間に合ってよかったよ。今の新曲なんだろう。彼は創価学会の先輩の山口さん。腹減ってない。仕事はサラリーマンだろうけど詳しくは知らない。今度オーディションあるんだって。いつも元気で少しうざい。これがまたうまいんだ。でもすごくいい人だ。でどう、自信のほどは？俺メジャーデビューしたいです。うん。でも拓也、それって何のため？何のため？お前現実が分かってんのか？ミュージシャンで食べていけるのか？お父さん落ち着いて、拓也の話も聞いてあげて。やりたいって言うなら出てけ。東京でも外国でもどこでも行って一人で生きていけ。一人で生きていけ。地元の同級生たちももうしっかり社会人してる。焦りがないといえば嘘になる。そりゃメジャーデビューも大事なんだけどさ、目先のことばっかり考えてたら行き詰まるぜ。何のために歌うのか、誰のために頑張るのか、真剣に自分の生き方を考えてみな。え、でもどうやって？祈るんだよ。真剣に祈ってその答えを見つけるんだよ。必ず見つかるから。お願いします。お願いします。あら、拓也くん。あ、こんばんは。頑張ってるな。聞いたわよ、オーディションを受けるんだって。拓也くんの力が発揮できるように婦人部でしっかり祈るからね。いつもお世話になっている創価学会のご夫婦、近所にはもったいないほど自分によくしてくれる人たちがいる。とにかく大木をしっかり上げて、必ず一番いい結果が出るから、しっかり祈っていこう。はい。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。俺は何のために歌うんだろう。誰のために頑張るんだろう。ね、この権堂様っていうのはなんかこうどっか遠いところにあるわけじゃなくて、自分の心の中にですね、祈って、まあ、他の人だったら学会の仲間と触れ合っていく中で少しずつ答えが見えてきた。祈るって何かにすがること、何かに頼ることだと思ってた。だけど違った。祈るって自分と向き合うこと、自分と現実から逃げないこと、そしてオーディションの日を迎えた。僕はもがき続けてる。夢のその先に広がる。みんなの支えがあって今の僕がある。そんな当たり前のことを見失っていた。辛くてもこの道を進んでいこう。これまで僕はただ自分の満足のために歌ってた。メジャーデビューさえすれば全てが変わると思ってた。でもそんなんじゃないんだ。はい。オーディションの結果が来た。はい、はい、わかりました。僕は気づいた。何のために歌うのか、何のために生きていくのかを。それでは続きまして活動報告を行っていきたいと思います。希望者の方いらっしゃいますか？拓也くん入って。拓也くん一言お願いします。
皆さんに祈ってもらったのに、オーディション落ちちゃってすいません。大丈夫大丈夫、頑張れ。今回はちょっと失敗しちゃいましたけど、祈っていく中で自分の甘さに気がつきました。でも絶対に諦めません。音楽を通してみんなに希望や励ましを送ること、それが僕の使命なんだと気がつきました。必ずこの夢を叶えます。そして皆さんのように誰かを支えることのできる人間に成長して、必ず皆さんに恩返しします。祈って真剣に自分と向き合う中で本当の夢が見えてくる。それを僕は学会で学んだ。夢のその先に広がる大きな舞台、道は夢のその先にもっと大きな舞台が広がっている。それを僕たちは使命と呼ぶ。たとえ険しい道でも